マガキは、イタボガキカマガキ族の二枚貝である。太平洋のアジア沿岸を原産地とする。別名として、太平洋ガキや日本ガキ、長ガキ等がある。岩などに固着生活する二枚貝。一般には中程度の大きさのガキ類で、外形は付着する基板の形にもよるのでさほど一定していない。左側の殻で岩などに付着し、この側の殻は内側が深くくぼんでいる。 外面にある右側の殻は、左殻より、小さく、ほぼ平らとなっている。順調に成長したものでは成長、脈、つまりから表面に成長する円沿いに発達する薄い、板状の突起が、よく発達し、また紫色の放射状の反紋を帯びる。ただし普通には、殻は、汚れた白色の地色に、紫褐色の放射彩りが出る。成長段階では、殻の表面に、 養生の突起を生じるが、成長したものではほとんどなくなり、粗いがのっぺりした、角面を持つようになる。右側の殻ではその長端部が突き出る。殻の内側の面は白く、スジコン、つまり貝柱の跡が一つあるのが普通で、その部分は紫色をしている。時に大きくなるものがあり、エゾガキ、あるいは長ガキの名で呼ばれたものは、オーテイリアンボネンシスと別種とされたことがあるが、 同一種と考えられる。これは、とても大きくなり、例えば細長く伸びた殻の全長は 340mm、人体部の長さが 40mm という例もあり、この例ではその肉量は、メッシジャワンに山盛り一杯にもなったという。日本各地に見られ、国外では、朝鮮、中国、カラフトに分布する。 ただし現在では養殖用に持ち出されたことから南北、アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリア、アフリカにまで移植されている。内湾から川口域に生息する。長官帯から長官帯に生息し、内湾性で不栄養の海域に普通に出現する。塩分濃度の低い水域を好む。バッテン、海のマガキ本種は普通は、岩やクイなど硬いものに付着して成長するが、 日潟では時にその表面に本種が集団を作ることがあり、時に広い面をなす。これを火球化と呼ぶ。この状態になると、下器が表面を覆うためにその下のデードは酸素欠乏状態となる。泥は真っ黒になり、通常の日潟の生物は生存できなくなり、岩礁の付着生物、それに低酸素で生活できる感激生物の生息域に変化することになる。 またこの環境は外来種が入りやすい場にもなっている。現在日本の干潟でこれが増加しているとの指摘があり、環境変化について懸念されている。水深4から50メートルの岩礁を好むが、砂泥底にも生息する。7月から8月の水温が19摂氏23度程度の頃に、メスが5000万から1億個を産卵し、オスが縫製することで水中で受精する。 マガキの養殖イカダ本種を含むマガキ族は水産経済動物としては世界最大の年間生産量を持つとされ、その中でも本種はアジアの温帯域で最も重要なものである。本種は日本のほか、大西洋の北東部、特にフランス、ポルトガル、後には地中海に生息域を広げ、また各地で養殖もされており、特にフランスでは 欧州での生産の75%を占め、近年の養殖場での生産量は4万トン、年となり、養殖ガキにおいて世界一の生産量となる。また、オーストラリアと南半球でも養殖されている。ありがとうございます。